到着が遅れたようだね。私は霧城満、この寮に住んでいるものだ。誰ですか？彼は転入生だ。ここへの入寮が急に決まってね。いずれ男子寮への割り当てが正式にされるだろう。いいんですか？サンナ、彼女は竹葉ゆかり。この春から2年生だから君と同じだな。竹葉です。なんていうか趣味っていうか、あ、いや趣味なわけないや。世の中物騒だからな。護身用といったところさ。もちろん弾が出るわけじゃない。今日はもう遅い。部屋は2階の一番奥に用意してある。荷物も届いているはずだ。すぐに休むといい。あ、じゃあ案内するんでついてきてください。